精神的に落ち着きませんと、仕事に集中できず休んでいます。はい、きっかけ以前に自分が貯めてたものがないかどうかを考えてみられた方が良いと思いますよ。双極性障害2型持ちですと、主人の仕事のサポートをパートタイマーから始めて約1ヶ月頑張りましたが、体調が悪化しています。主治医にありのままに伝えたところ、当面仕事は休むようにとのことでしたと。悔しくて仕方がありません、うん、が主治医の指示通り、休みが必要なのですかね。規則正しい生活と軽い運動は続けようと思いますが、できることはないのでしょうかと。はい、やっぱりでもできることは主治医の先生のご指示にきちんと従っていくことだと思いますよ。悔しがる必要はありません。まあ悔しいと思うんですけど、悔しいと思いながらも勇気のある撤退をされた自分をまず褒めた方がいいと思いますし、主治医の先生にきちんと相談してみられたご自身も褒めておかれた方が良いと思います。褒める、うん、褒めるというか認めてあげる方がいいと思います。正しい判断は僕はされてるんじゃないかなと思うんですよ。1ヶ月経って少しずつやれるような気がしてきましたとかね、やりがいを見つけられるようになってきましたとかっていうふうに思えるのであれば、それはお仕事がエネルギー蓄積の方向に向かっていってるということになるんですよね。ただ1ヶ月経ってどんどんと辛くなってきてるという風な状態なのであれば、それはお仕事がエネルギーをかなりね、速いスピードで使っていってしまってるっていう意味なので、まだ十分に、そうですね、イメージしてください。脳のコップの中に元気の元が溜まっていない状態で頑張っちゃったんだなーというふうに思っていただいて、それに早くわずか1ヶ月で気づけて、勇気ある撤退に関して主人に相談できたというだけでも、これは失敗経験じゃないんですよ。うまくいった経験の一つなんだというふうにエジソンさんみたいに思ってください。はい、まだちゃんと次がありますので、それをね目指して今回はゆっくり休んで、軽い運動とかね、規則正しい生活を続けるという、その素晴らしいことだけは続けておいてください。はい、職場に仕事をしに行っているのに、仕事以外のことでマウントを取ろうとしてくる人がいますと。うん、僕自身は特に関わりたい人物ではないので、無駄なエネルギーを使われる印象でしかないので、正直疲れます。そうですよね。気にしないようになるには、薬が減ったり人間的に成長できれば一番効果的ではないかと思うのですが、先生はどのように思われますか？よろしくお願いしますと。まあ、できるだけお二人の間の距離を離してもらうにはどうしたら良いだろうかということを考えた方がいいと思いますよ。多分サミダレさんね、この話を延々とされてると思うんですよ。いろいろあるけど相性良くないんですよね。要するに繰り返しちょっとマシになったように思えても、やっぱり気になったり、やっぱり一丁噛みされてきたりとかね、そういうことを繰り返してらっしゃると思うので、どうやって物理的な距離を取ったら良いのかとか、関わり合いを少なくするための方法なんかについて、スタッフさんとかにね、他のね方にアドバイスを求めてみられたりとかしてみられるっていうのも考えてみられた方がいいんじゃないでしょうか。人間的な成長っていうのはね、まあなんというのか、自分の問題と他人の問題を切り分けるとかね、今するべきことに集中するとかっていうことはもちろんあるんですけど、まあ目につくやつは目につきますからね。なるべく目につかないような環境の整備をしてもらえないかどうか一回相談してみられたらどうでしょうか。ねえ、頑張りすぎですね。自分をね、頑張って変えようとか、相手を変えようとか、思って物事を解決しようっていう風にするのは結構大変なんでね、単純に物理的な距離を取る方法を考えた方がうまくいくこと多いですよ。はい、うつ病ですが、明日障害者枠で働くための面接があります。質問には正直に答えようと思います。でも少し緊張しています。54歳にして新社会人の気持ちです。何か良い心持ちはありますかと。ね、面接官の点数をつけるつもりで言ってください。この面接官何点かなと思いながら見てみてください。ちょっとこう、顔の良さとかね、態度の良さとかね、声の調子とかね、喋り方とかね、その人の評価をするつもりで言ってください。自分の評価をされるんじゃなくて、その会社とか面接官の、ね、評価をするつもりで行かれるといいと思いますよ。ちょっと上から目線でね。それは態度に出す必要はないと思いますし、態度には出ないと思いますけど、まあ、うつ病の方なんでね。まあ、その方が、
相手に飲まれる可能性が少し低くなるんじゃないかなというふうに思います。何かきっかけがあったわけではないのですが、精神的に落ち着きませんと。 B 型事業所で就業しているのですが、仕事に集中できず休んでいます。はい、ありがとうございます。何かのきっかけかわからないですけれども、精神的に落ち込んでいますというふうになった時には、きっかけ以前に自分が貯めてたものがないかどうかを考えてみられた方が良いと思いますよ。きっかけは目につくほどであってもなかったとしても、心のコップの中にたくさんのしんどいっていう状態をそれまでに溜め込んでいたのであれば、気がつかない、気にならない程度のきっかけ、あるいはもうほぼきっかけがないっていう風な状態であったとしても、ジャバッとこぼれてくることってあるかもしれませんよね。なので、まあ、作業所なのか、それ以外の日常的なことなのか、もっと全然別のことなのかはわからないんですけど、ご自身が何かわからない、落ち込んで何もできなくなってしまったっていう直前までに、コップの中にどんなこと、これ例えですけどね、脳のコップの中、心のコップの中にどんなことを貯めてたのかなって、それって減らす方法ってないのかなっていうことを考えてみられるっていうのは、すごく役に立つ考え方じゃないかなというふうに思いますよ。とりあえず今休んでるのは良いことです。少し疲れが取れるまで休んでください。はい。甘いものが食べたくなるのは、タンパク質が足りていないからでしょうかと。タンパク質が不足すると、セロトニンが不足するとも聞きました。甘いものを食べたくなることがよくあるのですが、強迫性障害と関係があるのでしょうか。これは質問が2つの部分に分かれていますね。甘いものが食べたくなるのは血糖値が下がっているからじゃないでしょうか。タンパク質が不足しているとなるのかな。ごめんなさい、それは僕は何とも言えないんですけど、やっぱり通常疲労した時というのは速やかに血糖値を上げるものというのが欲しくなると思うので、疲れている時っていうのには甘いものが欲しくなるんじゃないかなというふうに思いますね。で、強迫性障害と関係あるかどうかは何とも言えません。ただストレスがすごくかかりやすい状況なので、甘いものとかっていうのを取りやすくなったり、非定型的な鬱になると甘いものが食べたくなるという話があったりしますよね。糖分を取ると、鬱みたいになるという話というのはあるんですけど、どこまで証拠が確かな話なのかというのはちょっと正直よくわかりません。ただ一般的には甘いものを食べたくなるというのは血糖値を上げたくなるというような話じゃないかなというふうには思いますね。はい。双極性障害ですと。最近起きている時に背中と肋骨が痛くて起き上がるのが大変ですと。寝具が合わないのでしょうか。変な質問ですいません。変ではありません。よくあるご質問ですよね。寝具が合っていないとか、寝てらっしゃるときに無理な姿勢をとってらっしゃるとか、あるいは筋緊張が高すぎるとかね、そういうようなことっていうのがまああり得るのかなというふうには思いますよね。なので寝具が合っていないっていうのも一つの可能性だとは思いますし、そうですよね。何らかの形で睡眠中に姿勢を変えにくいような状態になっている。例えば、眠剤がきつすぎてね、寝返りをほぼ打たなくなっているとかね、そういうようなことも可能性としてはあり得ると思いますし、またこれかという話が出てくるんですけど、まあ、睡眠時の動きもね、体中痛くなったりしますんでね、そのあたりをまあチェックしてみられても良いかもしれませんね。はい。ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。